まもなく梅雨のシーズンがやってきます。そしてこの時期は大雨による災害が起こりやすい季節でもあります。そこで今回のテーマはもしもの時の避難行動ということで研究を発表していきます。そして土砂災害の研究を進めていらっしゃる貝堀雅博さんにもお越しいただきました。2年前に起きた平成30年7月豪雨で甚大な被害をもたらした土砂災害。実は広島は土砂災害警戒区域と呼ばれる危険な箇所が全国で一番多く、およそ4万8000箇所もあるという。多いんだろうなと思ってたんだけど、全国一だとは思わなかったです。そうした中、私たちが被害に遭わないために大切になることが、身の回りにある危険な場所を知るということなんです。一体どんな場所が危険かというと、まず急傾斜地、急な斜面で崖のようになっているところなんです。崖崩れの恐れがあります。特にひび割れがいってたり、膨れて崩れかけてるようなところがあったり、あるいは水が普段から湧くようなところ、特に注意が必要なんですね。さらに山から流れ出る渓流のある場所や谷になっている場所では、土石流が起こる危険性が高くなる。巨石がね、山の上の方とか斜面にたくさんあるんですよね。で、水と混じって土石流化すると破壊力大きな流れがやってくる。特にね、谷の出口付近、それから谷筋に沿って流れるのが普通多いので、近くに住んでいる人はより危険。ただこうした危険な場所、なかなかこう見た目では分かりにくいというところもあるんですね。そこで役立つのが土砂災害ポータル広島というサイトなんです。このサイトでは調べたい場所の住所を入力するだけで、身近な危険な箇所を簡単に確認することができるんだ。そしていざという時、命を守るための行動とは。特に危険な場所にいる人は迷わず避難するということが非常に大切になってきます。避難っていうのが命を守るためにすることなんですよね。早めに避難をするような気持ちをいつも持つこと、何が何でも指定された避難所に行くことだけが避難だと思い込むと、その途中でね、命を落とすような危険なところを通らなければいけない、そういうことに巻き込まれるのでね、もしかしたらご自宅の2階の方が少しでも危険度は下がるとかね、近所の知人の家、あるいは親戚の家、あるいは頑丈な建物とかにね、避難させてもらえるようなところを確保しておくっていうことが、いざっていう時に選択肢が多いほど助かる可能性が高くなる。そしてたとえ災害が起こらなかったとしても、危険な場所から迷わず避難をすることが命を守ることにつながるんだ。避難について県の調査ではこんな結果も。避難をした人は何がきっかけで行動を起こしたか。実はですね、周りの人が避難したからという声が多かったそうなんです。本当にわかる。みんなが慌ててるとね、我が事になるというか、もし周りの人が避難してたら、それはただごとじゃないと思うもん。そこで今日のまとめになります、はい、あなたの避難がみんなの命を救います。とにかく危険を感じたら避難をする。そして今年は特に新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、事前に複数の避難先を確保しておくこと、また避難先では手洗いや咳エチケットを徹底するといったことも非常に大切になってきます。